はいどうも、ヤトソフトの白夜です。今回もウイニングポスト10実況やっていきたいと思います。はい、それでは続きの方やっていきたいと思います。今10月の2週目でございます。次は11月の2週目福島記念と11月1週目2歳未調理戦ですか。体調はそんなにですね。放牧しようっと、放牧しようっとよし、では、そこまで行きましょうか。はい、というわけで11月1週目来ましたので、キーエンプレス2歳未勝利戦行きたいと思います。おお、一番人気頼むと思ったら一番人気。さすがに今日はいけるよな。いけるやろ、今日はいけるやろ。行きましょう。いや、やっとか、やっと勝てそうな気がする。キーエンプレス、あいつ勝てねえんだよな、なかなか。新馬も負けて、この前の未勝利も負けて、次は勝てるっしょ。京都競馬場、本日の第2レースの発走です。スタートしました。ロールプラント、ちょっと出遅れ。さあ果たして何が行くでしょうか。イベリアンシルビア前に行きそうです。ヤマニンストライク、これに続きます。イベリアンシルビア先手を取りました。その外にアラーグレット、ピンクの帽子、防戦コング、その後ろ白の帽子、キーエンプレス、前の前で、ね、位置につけました。並んで5番、パトマインエイド、ここにオッカイアモレット、これに続いてウィナーズウェイズ、すぐ後ろにロールプラント、その外からリニアグワイタ、最後方にマーサージベリナ、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度足毛の馬体、イベリアンシルビア依然として先頭。さあ先頭はまだ4番、イベリアンシルビア、まだ粘っています。2番手はヤマニンストライク、3番手にキーエンプレス、絶好の手応え、キーエンプレス、これはいい位置につけています。後続も追い上げていきます。さあ先頭はキーエンプレス、よし、いけるよ。4コーナーをカーブして、いける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 、さすがに今日は勝とうぜ。伸びてきた、残り 200m を通過して、キーエンプレス、このまま振り切れるか。よし、2番手はパトマイエイド、キーエンプレス、勝った。先頭だ、キーエンプレス。あー、やっとや、やっと1勝目、防戦コング、キーエンプレス、やっと1勝目を答えました。あー、じゃあ次が1勝クラスか。いやー、なかなかね、なかなか上がれんね。よしよしよし、勝てました。芝ですね。よし、次が福島記念かな、来週。うん、東京ヒーローが出走ですね。ジャパンカップ、除外、くそ、除外、除外か。なんか出そうぜ。じゃあ、うわ、マジかよ、除外。もう、嘘やん。うわ、これも除外の可能性あんで。うーわ、マジか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 。なんかない、なんかささサクッと出れるやつない。やっぱマジかよ。連戦になるけどいいかな。体調十分だな。連戦行くか。連戦って大丈夫なんかな。アンドロメダステークス来ますね。来ましょうか。うわ、マジか、連投で、しかも中日新聞も一周。ちょっと頑張ってくれ、頼む、今回は頑張って。あー、マジか、除外かよ。ショックなんやけど、キーエンプレスは低いじゃダメなんだよ。
なんかないの？わ、1月まで開くな、じゃあ。まあ、いっか。9週間後。じゃあ、3週間放牧します。よし。軽めでいい。軽めに走ってくれ、東京ヒーロー。オルフェーブルやってる。うわー、強そう。うわ、凱旋門賞出てる。ジェンティルドンナ。3歳牝馬。秋華賞、桜花賞もあってる。いいわ。あれに使う。よし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 。最有力 S、 状況 S、 神じゃん。行きましょう。まあ、今日も逃げてくれ、東京ヒーローくんよ。京都競馬場、本日のメインレースの発走です。スタートしました。横一線、綺麗なスタートを切りました。さあ、花を切るのはどの馬か。成田市で前に行きそうです。エイシンカーソン、それに続いていますアルズデイズ。後方から、では前の方から。先頭は東京ヘイロー。短期の逃げに持ち込みたいところ。並んで8番フリーレサブリーヤ、メジロクワイエット、すぐ後ろ成田市で。前走からは久しぶりのレースとなりますが、今日はどういった競馬を見せてくれるでしょうか。緑の帽子、アイドルスピナー、その後ろ、これに続いてエイシンカーソン、すぐ後ろにフリルサジタリウス、その外に栄ギャラリー、その隣にウィンドフリッター、ウッドプレート、それに続きます。並んで5番サクラセラー、その外から光線サイパス、1000メートルを通過しました。これは少々ハイペースです。ハイペースです。展開への影響はどうでしょうか。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。さあ、先頭はブリールサブリア、メジロクワイエット、ほとんど差がありません。3番手に統計ヘイロー、絶好の手応え。統計ヘイロー、これはいい位置につけています。いい位置やったよ。この辺りで後続が横を追い上げていきます。さあ、先頭は統計ヘイロー、離れてクリールサブリア、第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。統計ヘイロー先頭、残り 200m、 後続はこれはいけるわ。いけた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 。よし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 。よし、統計ヘイロー、これは決まったか。統計ヘイロー圧勝、今ゴールイン。2着はメジロクワイエット、これは物が違う。統計ヘイロー、阪神カップ行く。6馬身差いく。いや、これ出したんかな。除外されへんために出したんよ。絶対除外されるもん、今の賞金やったら。よしよしよし。じゃあ金魚わかるか、やっぱり。金魚56キロやったっけ。まあいいや。阪神カップをね、俺ちょっと気になってるんですよ。あ、そんなに広がってないね。いけるな。あー、まあいいや。じゃあ、これいいや。投手用意しよっかなと思ったけど、なんか疲労がめちゃくちゃ上がりそう。だってまだ全然あるじゃん。1日分入って、で、2番人気です。逃げ馬多いな、ちょっと。
なんか強そうやな、エピセアローム。調教 B。 行きましょうか。ちょっと厳しいか、やっぱりちょっと厳しいかな。互角の戦いぐらいなんかな、分からへんけど。京都競馬場、本日のメインレースの発走です。スタートしました。スキップ当初、好スタートを切りました。セクラーリー、この馬も好スタートを切りました。スキップ当初、この辺りも前へ行きます。統計ヘイロー、これに続きます。先手を取ったのは統計ヘイロー、メジロアーセット、それに続いています。オレンジの帽子、白山ムーン、その後ろレイクアベット、そのうちに続いています。これに続いてフォーエバーマーク、並んで白山ムーンってアドマイアキャスト。さあ先頭はまだ2番統計ヘイロー、白山ムーン、ほとんど差がありません。レイクアベット3番手、さあエピセアローム、前を捕まえられるかどうか。4コーナーをカーブして、さあこれからです。白山ムーン、ここで先頭に躍り出た。残り、いやー待って、頼むって、勝たせてくれ。番手は、いやー厳しいか。エピセアローム先頭だ。エピセアローム1着、くそー。2着にはどうやら統計ヘイロー、無理だよ。エピセアローム見事1番人気に応えました。重賞2勝、無理やわ、これ無理やで。無理だわ、じゃあ無理無理無理、これ勝てへんかったら重賞2勝なんて無理だよ。やっぱこれさ、勝てんかったらもう次中日新聞杯じゃん、でその次がもう阪神カップぐらいしかないはずなんだよ。温泉施設か、6億しかないねん。あーマジかー、厳しい。調子はいいな。ほらもう阪神カップしかないんだよな。行くけどさ、あ、無理だこれ。え、無理か。どう？あ、いけるわ。走ることは可能だけど、めっちゃ強いの。まあいいや。ん？東京ヒル入ってって、おお41位、おお走らんけどな。中日新聞杯、マイル、中日新聞杯、もう一人やな。はい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 。はあ。殿堂入りですか。へへへ、まだまだ関係なさそう。まだ G3 にでもな、厳しいんだよ。これは勝たせてくれそうだな。有力、状況です。いけ。よし、行きましょう。
中京競馬場本日のメインレースの発走です。スタートしました。ウエスタンシックちょっと出遅れ、まずは先行争い何が行くでしょうか。クールパンテオン前に行きそうです。レディーアルバローザ、それに続いています。とりあえず逃げていきましょう。合計イテイド16番ナムラマース、その後ろ先手を取ったのはとりあえず重賞1勝いきたいんだよ。この辺りで各馬第1コーナー左にカーブしていきます。間が空いてダノンカモン、コンサートブレイブ、すぐ後ろその外からウエスタンシップ、なんかこいつ左回り1回も勝ってなかったよ、ね、そのうちに続いています。ミトラ前走からは久しぶりのレースとなりますが、今日はどういった競馬を見せてくれるでしょうか。黄色の帽子エレインバース、その後ろここにつけたのがコリーンモデル、並んで17番マイネルルートエクスペディション、それに続きます。その隣にセレブリティ、 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最高峰までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。この辺りで先頭が変わりました。ヤマニンキングリー、クールパンテオン、ほとんど差がありません。3番手にゴーケイヘイロー、絶好の手応え、大外からいいじゃん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 、ゴーケイヘイロー、よし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 、これでいけ、いけるいけるいける、第4コーナーをカーブして、いけ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 、あ、いけたいけた、この感じならいけるわ、よしどんどん差が開いていく、よし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 、重賞初勝利、よっしゃ。いや、阪神カップ勝てたら2勝いける。厳しいか、実だよ。あ、信頼レベル上がりました、ありがとうございます。お、反抗的解消された、へー。だよね、よし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 、アリマは行きません。アリマは行きま、勝ったんや、オルフェブル、すげえ。あ、2着やったんや、なんじゃい、海外トレセンないわ、金がないわ、金がないんだよ。そうだよ、大阪さん、信じちゃダメだよ、こんなもん。よし。見もしないって、よし、阪神カップ行きますぜ。57キロか、金量。危ない危ない。調教しな。いやー、三角か。やめとこ。阪神カップはちょっとでかくない？いや頼む。あ、3番人気リアルインパクト、1番人気あダッシュ、ダッシャー55。なんじゃその名前は。ほんまにいるんだろうな、多分。うわー、リアルインパクト強そう、すげー強そう。逃げましょうか。いやー頼む、勝たせてくれー。いや、投手を追いしときゃよかった、今思えば。でもなー、もう疲労がやばいもん。
阪神競馬場本日のメインレースの発走です。スタートしました。オーシャンコレット、これはいいスタートを切りました。エーシンバーグ、このままスタートを切りました。エーシンバーグ、頑張って逃げてくれ。この辺りも前へ行きます。ドーケイヘイロー、競りかけていきました。先手を取ったのはドーケイヘイロー、その外にパドトロワ、内からはブリッツェン、リアルインパクト、リアルインパクト、すぐ後ろにレジェトーショー、その隣にサンタル、囲まれたよ。ここにジロクボネ、その外からオートリスペア、さらにはオーシャンコレット、マジか、その後ろにドリームバレンス、これに続くのがスノードラゴン、白の帽子アーバンストリート、その後ろ、ここでパドトロワ先頭に変わりました。2番手はブリッツェン、ドーケイヘイロ、頼む。3番手、いけ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 、こっからだよ。パドトロワ先頭、外からオーケイヘイロー先頭、内から接近、パドトロワ内からラッシャーゴーゴー、ラッシャーゴーゴー、うわラッシャーゴーゴー来てる、ラッシャーゴーゴー来てる、待ってちょっと長いか、いやいける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 、よっしゃ勝った、よっしゃよっしゃ、うわマジで、え待って待って、実際いけるの、こいついけるんや、 G1 行く、うわやった勝ったよ、G1 いけるんじゃない？もしかしたら。いや、勝ったー。よっしゃー。800円、新速逃げ。マジか。よっしゃ。勝ったー。いやな、ちょっと休ませよう。よくやった。ようやったー。あー、よかった。勝ったぜ。で、これでね、クリアだよね。課題。課題クリアだよ。ギリギリー。ギリギリー。よっしゃ。そうだよ。達成したよ。よくやった。いや、統計ヒーローマジでよくやった。お。お疲れ様です、ありがとうございます、お疲れ様です。年末の手続きがあるってよ。いやー、よかった、勝った阪神カップ。まあ今回ここまでかな。年末は、年末のなんかいろいろあるのはもう次で。あー、米国三冠。はい、ここまでですかね。ありがとうございます。